ってガーッと行く前になんかバイトしてたとかそんなんあるんですか？一緒にホテルの受付とかをやったりとか。ホテルの受付？ホテルのフロントを。いらっしゃいませ。ほんであの、の部屋入っていたりしてたんですよ。なんか未遂かなんかあったやろ。なんかさっき言ってた人が、うん、泊まりに来た。え、そうなの？ええ。あんま言っちゃいけないことですけど、うん、やばいな。今の部屋には一人しか泊まれないじゃないですか。なるほど。そこに、うん、その男を連れ込んで何、うん、あ、そんなことあんねんな。で結構ほらああいう人だって泊まった後ってさ、中の掃除するふりして入れるじゃないですか、うん、なんか残してないかなとか、うん、やった口ですか。まあ少しはそんなあるよ。あのうちの近所に岩崎宏美が来た言うてね、なんか中華料理屋かなんかに来た言うてね、岩崎宏美の使ったストローをみんなでね、今考えたらどうでもいいことになるよ。